あくまでその冷凍の1階でぶら下がってる公にその大使館とかですね、はい、連絡はなく、その報道を見て知って確認をして、冷凍の1階の受付のところでみんなでぶら下がってるから外相からも可能性はあるという連絡が入ってます。最初第一報どこから入りましたか。それについてはどこに何時刻ですかね、それも残るんですか。それは何かその勢力側からの要求とかそういう絡むとかそういうことでしょうか。そういう理解ですか。具体的にそういうことではありませんけれども、まあ私どもの関係者がですね、もし拘束されているという可能性があるとすればですね、まああのあまり情報はですね、そしてから出すのは控えたいという判断です。今のところ安否についてもでは何もわからない。そうですね、情報収集中と思います。石油や天然ガスのですね、処理をするプラントですね、の設計建設工場というところですね。どこから受け負っているとかというところですかね。アルジェリアの国営石油会社ですね、スマトラックという会社があるとか、マリアのメジャーオイルですねから、まだ受注をしてですね、プラントの設計建設工場をやっているところですね。普段からその武装勢力がいてですね、はい、その注意をしているとかそういったことはあったんですか。あったと思います。どういった情報で聞いていますか。具体的には知っていません。